皆さんこんばんは、 MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやらここは怖いお医者さんがいる恐怖の歯医者みたいです。 MK さんはなんだか手術台の上に縛られていますね。このまま実験されたら嫌ですので、なんとかここから脱出していきましょう。さっきからなんか喋ってるけど英語で全然わかんないよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おっと、どっか行ったぞ。今のうちにちょっと脱出しましょうか。あー、鍵かけられてんな。なんとか鍵を探していきましょう。これだ全然難しい場所にありませんでした。一応なんか症状みたいなのがあるから、一応免許は持ってんのかな、お医者さんの。ということで、うわー、写真も飾ってある。若干趣味が悪いですけど脱出していきましょう。うわー、これは歯磨き粉か。歯磨き粉がなんでこんなところにこぼれてるのか分かりませんが、そして入れ歯もありますね。入れ歯なのに歯抜けてない。まあまあまあ、そんなことはいいとして、この次はボブズオフィス。うわ、さっきのお医者さんがいるんじゃない。プリーズノックって書いてあるけど、ノックはしたくないな。こっちからは出れないのか。じゃあノックするしかないんですね。行くよ。はい、ノックオンドア、コンコンコン。え、急に出てくるのやめてよ。大丈夫？え？ドアは開いたけど、こんにちは。いますか？ああ、いないね。じゃあ進んじゃうよ。これは、あれか。フロスっていうか、歯のさ、間のさ、汚れを取るみたいな、キュッキュッてやるやつあるじゃないですか。あれがここまで伸びてるってことか。こんなにぶっとくはないと思いますけど、まあまあまあ、そんなことはいいとして、今度は針！え？急に全然歯医者関係なくなってきてるけど。はい、じゃあ針の上当たらないようにタイミングを見てジャンプしていきましょう。そしてその次はあれか、トラップみたいなやつか。うん、歯医者関係なくなってきてるね徐々に歯医者から離れていっている。そして今度はボブズペット。え、ペットがいるの？こんにちは。うわー、なになになに、暗くなんの？暗くなるのは聞いてないけど、当たる。わー、なんかいた、こいつか、ペット。あ、待て待て待て、歯のペットがいる。歯のペットをうまくかわして、あー、ダメか。ちょっと待って、あのペットに捕まらないように進まないといけないんですね。最初右じゃないのか。いや、わかんないな、それは。ちょっと右から行ってみよう。で、ペットが来るよ。わかってる。わかってるけど、このペットをきれいに避けて、はい、さらに、うわ、矢印とかは書いてないか。右の方に進んで、お、どうだ？あ、扉が見えてきたけど、ここじゃない。無理だ。え？ってことは、右じゃないのか？左か？ちょっと左行ってみる？いや、でもさ、右の方もさ、ペットが出てきた方には私行ってないんだよな。ちょっともう一回右行かして。で、はい、ペットが出てきたそっち側をぐるっと一周回っていきたい。こう来て、オッケー、いいよいいよいいよ。足の速さは若干こっちの方が速かったんだけど。え？こんな難しいことさせるか？いや、だったら左なんだ、多分。右じゃないね。よし、じゃあ左の方に進んでいきましょう。こんにちは。ペット出てくる？出てくるけど、これまっすぐね。はい、まっすぐ進んで、今度は、おお、あ、矢印書いてあった。ってことは、こっちが正解ですよね。左の矢印があったので、オッケー。お、終わった？おお。明るくなれば全然難しくないんですけどね。はい、じゃあ通気口の中を通りまして、今度はプロペラだ。だんだんまた歯医者関係なくなってきたよ。歯医者関係なくなってから、なんか入れ歯のモンスターみたいなのが出てきたから、あ、一応歯医者かと思っていたら、関係なくなってきている。また、プロペラの間を通り抜けまして、なんだここ、下水？下水道のところなんでしょうか。地面も錆びちゃってますね。はい、うわー！ビリビリだ。ちょっと待てよ。このビリビリには当たらないように行かないといけませんね。一回ずつ止まる？いや、止まんなくてもいけるか？まっすぐ進んで行っちゃえ。オッケー。あら、今行ったよ。今行ったよね。え？今行ったと思う。行ったと思うんだけど、行ってない判定なのか。そこはなかなか、よく見た目じゃわかりませんでしたが、ちょっと今のビデオ判定欲しいな。皆さん見返してみて。当たってなかったと思うよ。はい、そしたら、ビリビリをうまく避けて一回ずつ止まって、確実に行きましょう。なんだこれ。え？オイル？
もう歯医者関係ないよさっきからさっきから歯医者関係ないけれど、オイルがこぼれているので当たらないようにジャンプしていく。で今度はパイプか。まあまあまあこれくらいだったら許してあげなくもないですけども。はい、で今度はうエスカレーター、エレベーター、上行くの。じゃあ押すよ。はい、ボタン押して、おお、地下からこれで脱出できるか。なんとか地上に戻って外に出たいですからね。ずっと地下を冒険してるわけにもいきません。こんな長いことある？何階建てこの歯医者、えこんな長い、10階ぐらいあったと思うけど今。そしたらおー、マグマだ。歯医者関係ないね。お、でも周りにカラフルな歯がある。申し訳程度の歯医者要素いらないって、もうそれもう歯医者じゃないでしょ。こうなっちゃったら一応歯医者だよということをアピールしているんでしょうか。でマグマの上をジャンプしまして、お、何これ、トロッコ、え、もう関係ないじゃん歯医者トロッコ出てきたらもう歯医者関係ないよ。そしてまだ地下なのか、ここあんだけ上がってきたのにさ、マグマとかトロッコがあるってことは地下っぽいよね。はい、じゃあトロッコ、なんだその乗り方めちゃくちゃ変な乗り方をしている。はい、これでおーおーおー下の方に進んでいきまして、何、道中障害物とかは一切なしとまあまあ、うわもうお城になってきた。はい、あ、一応これあれだ、歯医者ってことで歯ブラシの剣を持ってる。まあ申し訳程度の歯医者要素がまた出てきましたねこれちなみに当たったら、あ、いいのか、当たってもいいんですね。上でちょっと登れるか行ってみる。ほらほら無理やり、おー登れた。まあそんなことはどうでもいいとして、動くやつが一体いるとかそういうわけでもないの、あれ誰か動くとか誰かだけ攻撃判定あるとか近づいたら動き出すとかないんだ。だったら何なんだこの道は。ただ歯ブラシの剣を見せたかっただけなんでしょうか。そしたらうわー今度はもう歯医者関係ないねドクロの、あ、こっち行ける、あー、あ、なるほど、このドクロのマークに触れると横から針が来ちゃうんだ。ってことはこっちが正解か。はい、当たらないように行く。これちなみにさ、チキンです。あー、ダメだちょっと当たってから戻っても大丈夫かなと思ったんですけど、結構広めの針でした。ということで、今度こそ当たらないように進んでいきましょう。OK! 橋が出てきたよ。歯医者関係ないよ。もう歯医者関係ないよ、さすがに。ジャンプ、ジャンプで飛び越えていく。どっかが割れるとかでもないのか、真ん中行ったら割れるとかそういう仕掛けになってるってわけじゃないと。うん、ただのあれだったみたいですね、橋だったみたいです。そしたらここを乗り越えて、はい、そして次は、あー、そのパターンね。そして、おお、右には歯医者さんとペットの石像が置いてあります。ジャンプ、ジャンプで待て、あーら、え、今の届く、結構頑張ってジャンプした感はあったんですけども、もう一回行くよ。ここでジャンプして、ジャンプー、あー届いた。でここもジャンプ、よく見たいけどな、あの石像見てる暇なんか、あ、止まれる、あ、止まれたあ、よく見たら顔は描かれてないな、あれ、あー若干手抜き若干手抜きです。あー、あー早いの忘れてた早いんですね今は。待って、なんか見守られながらで変な感じですけども、今度こそ一発クリアいきますよ。ジャンプで、ここもジャンプ、ジャンプ、落ち着け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 、いいよ、ジャンプ、ジャンプ、いいよいいよいいよ。で上からジャンプ、オッケー。で、おー、終わったかな、まだしろ、ずっと地下じゃん、もう歯医者関係ないよさすがに。で中間取りまして、ファインドザレバーズ、レバー、あー、あれか、上の方にレバーがありましたね。じゃあこちらを、はい、プル押しまして、上にもあった今、あー、あった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 、はい、ここもプルして、終わった、右も、あー、あった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 3箇所プルしたら、おお、開いた開いた開いた。このドクロがなんだか気になりますけども、こんなゆっくり開くいる、このゆっくり演出。なんだか変なところに足をかけてしまいましたが、これで中間取りまして、あー、びっくりした。 How do you do the escape? あ、逃げることはできないよってこと、ボブアタック、あ、もう水、ああ、そういうことね、そういうことね、それもうちょっと早く、もうちょっと早く言ってくれちょっと
ねえ、わかんないよそれ。急にやられても。え、すぐ来る。あ、いけるよ。落ち着け。ほい、これで。待て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 、後ろから来てる。歯に当たっちゃいけないのね。歯に当たらず進んでいきましょう。これ大丈夫か、間に合うか。足の速さはどっこいどっこい。このまままっすぐ行きまして、ゴールじゃない、どう。あ、やったということで、今回は恐怖の歯医者から脱出してきましたが、いかがでしたでしょうか。なんか途中歯関係なかったよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。